誘拐する氷症とは、科学的蘇生及び物理的状態が一様な物質系の実態である。相とは、科学蘇生及び物理的状態が全体的に一様な形態のものである。気体、液体、固体は物質の三つの形態として知られているが、固体や液体には複数の違った形態を取る場合があることもまた知られている。そこで、 これらを区別する別の用語が必要になる。それに層という用語が使用される。例えば完全に溶解した食塩水はどの部分を取り出しても同一の素性、物性を示すので一つの層だけからなる。氷水はどの部分を取り出しても水分子だけからなる、同一の素性を持つが、固体と液体ということなる物性を示す二つの部分があるので、 その氷が一つの塊であろうと、クラッシュアイスであろうと、二つの層からなる。牛乳のようなコロイド溶液は、肉眼では、どの部分も、同じように見えるが、原外顕微鏡で見ると乳脂肪からなる油滴の部分と、水の部分に分かれているので二つの層からなる。また、例えば土壌は片層、片相液相基相の三相からなり、片相は、土壌粒子、基相は、 土壌空気、水槽は土壌水と呼ばれる。また、大気は、そのほとんどを気層が占めるが、エアロゾル、厳密には、エアロゾル分散の形が正常な空気でも 8X、10から5立方メートルエアロゾルマイ立方メートル、大気が存在する。エアロゾルは、水槽と、片小の2小からなるので、大気もまた、片小気層液層の3小により構成される。 最もわかりやすい層の分類は、型相、液相、気相であろう。多くの純物質は、温度や圧力を変化させた場合、固体、液体、気体の3つの状態をとる。これらそれぞれの状態に対応する姿が、型相、液相、気相である。ただし、多くの物質は、複数の型相を持つ。例えば、ヘリウムは、複数の液相を持つ。 水も二つの液層があると言われている。気層を複数持つ物質はない。また、液晶など、別の層を持つ物質もある。飽和した砂糖水を冷却すると、溶けきれなくなった砂糖が固体として積出する。このように一つの層が、複数の層に分離することを、相分離という。液体の水を冷却すると一気圧下では、摂取0度で氷となり、加熱すると、 摂氏100度で水蒸気となる。このように一つの層の温度や圧力を変化させた場合、二つの層の共存状態を経て、別の一つの層へと変化することがある。これを相手にという。ある系の蘇生や圧力、温度を指定した時に、熱力学的平行状態で、どのような層を取るかを示した図を合図という。また、平行状態にある系内の層の数と、 変化できる状態変数の数と成分の数の間には相律という関係が成立する。固体、液体、気体の参照の他に、プラズマ、ボースアインシュタイン凝縮がそれぞれ物質の第4、第5の層とされることがある。ありがとうございます。